にして帰ってきたぞ、帰ってきたぞ。侵略を企むナックル星人はウルトラマンの武器を怪獣たちを使って研究し、それを用心棒怪獣ブラックキングに教え、訓練してウルトラマンと戦わせた。その上アキと坂田を殺し、ウルトラマンの心の動揺を狙った。さすがのウルトラマンも武器を封じられ、心乱れては勝つことはできない。ウルトラマンはナックル星人の卑劣な手段の前に倒れたのであった。広大な暗黒の世界をウルトラマンの死の旅は続いている。ご苦労。岡隊員、ゴールを捜査に行った岸田からまだ連絡はないか？え、まだです、うん、隊長、緊急通信です。いかん、宇宙ステーション V1 が宇宙船団の攻撃を受けてる。 V1 がすぐ出動しよう。はい、はい、岡君、スペースアローをスタンバイしろ。それが隊長。どうしたんだ？基地全体が強力な電磁波で覆われてしまいました。宇宙ロケットポートも麻痺状態です。発信機も使用不能です。それじゃあ手足をもがれたも同然じゃないか。早く出動しなければ V1 は。なんとか飛ぶ方法はないのか？第一ゲートが開かないんです。くそ。お困りのようですな、諸君。貴様一体何者だ？我々はナックル星人だ。まもなく地球は我々のものになる。何？バカなこと言うな。信用いただけぬようです。この野郎、我々マットがいる限りお前たちの銃にはさせないぞ。何がおかしい？いつもウルトラマンの力を借りているくせに。何を？だがお前たちの守護神ウルトラマンは二度と現れん。今や恐ろしいものは何一つない。サターン Z を奪ったのは貴様たちだな。我々は地球が平和的に栄えることを好まない。サターン Z は武器として使用するつもりだ。マットに次ぐ。12時間以内に無条件降伏せよ。でなければ攻撃を加える。マットがそんな脅しに乗ると思ってんのか？では面白いものをお目にかけよう。V1 だ。はあ、こうなったら弔い合戦だ。あの宇宙船団は地球に向かってくるんだ。隊長、我々には他にやることがある。じゃあ宇宙船団を放っておけって言うんですか？おそらくナックル星人は東京近辺に基地を持ってる。12時間経ったら奴らはあの船団を迎え入れるつもりだ。それまでに電磁波を逆探知し、秘密基地を突き止めるんだ。サタン Z を奪い返そうってわけですね。そうだ。南。はい。上野。はい。まず石膏として行け。電磁波を切ったら連絡を入れろ。直ちに出動する。はい、はい。
上野。こいつをぶっ飛ばせばいいんだ。はい。次元装置を。よし。いいか。OK。行くぞ。始まった。エレベーター。仕掛けた爆弾で吹っ飛ぶのに。チキショー、スイッチ切るんだ。はい。ナックル星に運ばれたウルトラマンは処刑の時を待っていた。死人同様のウルトラマンにさらに残酷な処刑を加えようというのである。おう、遅かったな。心配したぞ。いや、すまん、見つからなくてさ。場所が骨折り損でしたよ。バカモン、子供の使いじゃないんだ。連絡もしないで。それでもお前たち待っとの隊員か。何、南、隊長何するの。出せ。あいた。どうしたんだ俺たち。何をしたか覚えてないのか。どうしてここにいるんだ。確か宇宙電波研究所に入ったんだから。おい、宇宙電波研究所だな。機内旋回。はい。隊長、二人とも催眠状態にされたんです。気をつけてください。分かってる。待て、ここだ。爆発しないと。伊吹龍と岸田文雄のデータを出せ。マットもブラックキングと同じように自在に扱える。ナックル星万歳だ。南と上野に岡隊員を始末させろ。はい。その頃、ナックル星ではウルトラマンの処刑が行われようとしていた。我らが宇宙船団が間もなく地球に到着する。
もう地球は我々ナックル星人のものだ。さあ、早くウルトラマンを八つ裂きにしろ。バラバラにしてしまえ。ウルトラマンを蘇生させるにはウルトラの星作戦しかない。協力を頼む。わかりました。ウルトラの星を作りましょう。やっと逃げてきましたよ。ご心配をおかけしました。いや、宇宙人のアジトに連れ込まれたんですよ。宇宙電波研究所は宇宙人の秘密基地だぞ。どうしたんです？みんな変だろ。岡君はどうしたんですか？おう、何ですか隊長。お前はわざと脱走したな。何ですって。怪獣との戦いが恐ろしくなり、それで隠れてたんだろう。そんなバカな。隊長は俺をそんな男だと思ってるんですか。南。はい。ゴーを即刻銃殺刑にしろ。はい。何をするんだ隊長。どういうことなんですかこれは。俺を本当に銃殺刑にするつもりだ。しかしおかしい。ゴー隊員、みんな宇宙人に操られてるのよ。やっぱりそうか。俺に超音波当てて操ってたんだ。みんなそうだわ、みんなの針を取ってくれ。はい。どこへ。電波研究所だ。
俺のためだ。クソ、今日こそ決着をつけてやる。我々もウルトラマンに続く。決戦だ。はい。のカラータイマーが赤になった。だがウルトラマンは負けない。初代ウルトラマンとセブンの友情が心の支えになっているからだ。爆発するって言ってましたけど。サターン Z を仕掛けたに違いない。これから探すんじゃとても無理だ。いや、仕掛けたとすればおそらくあそこだ。来い。はい、はい。
お、ゴーゴー。やりよったな。危機一髪でしたよ。静かにや。そーっとだぞ。そーっと静かに。危ないかな。隊長、今日はみんなで乾杯しましょうよ。やるか。いいな。行くぞ。おい、ごめん、行こうよ。隊長。ん？僕は失礼します。そうか。そうだったな。よろしくな。うん、今夜はクリスマスイブよ。忘れないでね。じゃあな。行こうか。はい。次郎君。坂田次郎君、お邪魔してますか。あ、郷さんだ。どうぞお入りください。郷さん、メリークリスマス。凍れる星バルダックの恐怖とは何か。アローが飛ぶ、マットが危ない、必殺ウルトラマンのブレスレットが空を切る。さあ来週もみんなで見よう。